どうしたんですか、シェルファニールさん。なんでもないのよ、レイチェルちゃん。姉さんの悩みはわかるわよ。お父様のことでしょ。王様のこと？今回は一緒に来てるから。まあ、足手まといになるのは見えてるんだけどさ。お城でわがまま放題に育った自分がまともに戦えると思ってるのかしら。でもアンジェリナさんだってお姫様だけど戦ってるでしょ。シェルファニールさんも。私や姉さんは不甲斐ない父に代わって戦ってるだけよ。姉さんは魔法、私は剣術が得意だしね。ところでレイチェルは戦っていて怖くないの？怖いよ、本当はすっごく。だけどお兄ちゃんも戦ってるし。へえ、レイチェルってお兄ちゃんが好きなんだね。うん、大好き。アンジェリナさんたちはお兄ちゃんのことどう思うの？え、私？素敵な人だとは思うけど、私の理想とはちょっと違うかな。へえ。シェルファニールさんは？素敵な殿方だと思いますわ。ただいま戻りました。お待たせして申し訳ない。お帰りなさい。どうでした、作戦会議は。予定通り、このまま山を越えて一気に連邦の王都へ向かう。俺たちが石膏として先行し、ブルーの将軍の隊が後に続く。タコンシス王やヴィラー提督はその後に続く。つまり何も変わってないってことだ。連邦の領地に入り込んでからしばらく経つ。そろそろ戦いになるかもしれない。大丈夫ですわ。もう後では引けませんものね。よっしゃ、気合い入れてくか。ローゼンシルよ。はい、お父様。アルダンも死に、最初親子が離宮となったか。お父様、私はお前の花嫁姿を見ることだけが楽しみで生きながらえてきたようなものだ。だがそれも叶わぬ夢となったか。フレデリックはしっかりした子に育ってくれた。この国の未来を任せられるに足る資質を持っている。はない。父上、まだそのようなことを申されないでください。自分の体のことを自分がよくわかる。ローゼンシル、私の最後のわがままを聞いてくれ。お父様、大丈夫です。近いうちにその願いは叶えられますわ。きっと。
ここがグローリー山脈一番の難所、エドベリー渓谷だ。まともな橋がかかる前は転落死が多かったらしいな。こんなところを通るのか。なんだリッキー、お前怖いのか。何を言うか、しけだな君は。こんなところを通るくらい私にとっては朝食前だ。でもこんな高い吊り橋なんて目がくらみそうですわ。そうですよね。だいたい昔からある橋なんていつ落ちるかも。ほらリッキー、あんまり変なこと言うんじゃないの。だってリッキーがあんなこと言うから想像しちゃって。大丈夫よ、きっとお兄ちゃんが助けてくれるわね。え、ああ。それはそうと、さっさと渡っちまおうぞ。すまない、兄上。そろそろ許してあげようよ。それはそうと、さっさと渡っちまおうぞ。お前たちがここを通ることなどお見通しだ。何？連邦軍が待ち伏せだと？どうして私たちの行動が。我々を甘く見たのがお前たちの範囲だ。いや、我々に牙を剥いた時点ですでに負けていたのだよ。クルーガー将軍、全員配置につきました。よし、全軍その場で待機しろ。どうする大将、このままじゃ後続隊も先へ進めなくなっちまう。いけません、熱くならないでください。挑発に乗っては冷静な判断ができませんわ。そうよ、それこそ相手の思うがままだわ。すまない。よし行くぞ。お前がそんなことでどうすんだよ。そうです、見損ないましたよ兄上。すまない。俺たちがもたつけばそれだけ本体が危険になるんだから。よし行くぞ。うん、やっちゃおうよ。そうね、このままバカにされっぱなしってのも面白くないわ。よし行くぞ。皆も知っての通り、私はあと少しで王都へ戻らねばならない。それまでには勝負をつけるぞ。ローゼンシュー姫との結婚式ですね。わかりました。連中を始末してみんなで祝いに駆けつけましょう。頼むぞ。Ah!
よし、そろそろ頃合いだ。お前たちは空から敵を砲撃しろ。了解しました。私に戦いを挑むとはな。将軍のお手が汚れます。ここは私が。ふん、頼もしいぞ。兄上、あれ、何、敵の援軍だと。回り込ませていた部隊がやっと到着したか。遅れて申し訳ありません、将軍。謝る暇があるならさっさと砲撃に移れ。私に傷を負わせるとは。だが私にはやるべきことがある。ここで無理をするわけにはいかぬ。さらばだ。待て、クルーガー。逃げられたか。少なくとも橋を落とされる心配はなくなったな。大丈夫、もうちょっとだもの。頑張っちゃう。あ、そうだな。よし、俺も頑張るぞ。ええ、大丈夫よ。もう少しだもの。頑張るわ。そうだな。はい、大丈夫です。もう少しですわね。頑張りましょう。あ、そうだな。よし、俺も頑張るぞ。終わったようだな。さすがに今回は疲れましたよ。しかし後方から敵が現れたことが気にかかりますわね。そう言われるとそうよね。後ろについてきてるはずのブルーの将軍はどうなったのかしら。それにあれだけ戦いに時間をかけたのに後続の影さえ見えねえ。こりゃ何かあったと見るべきか。どうするの、お兄ちゃん。一度戻ってみようかと思う。ここはもう敵が戻ってきそうにもないからな。今は本体の方が心配だ。みんな本体へ向かうぞ。
それでは誓いのキスを。神の御名において二人を夫婦として承認します。二人の愛が永遠であらんこと。姫様、おめでとうございます。おめでとうございます、将軍。ローデンシル姫、万歳。クルーガー将軍、万歳。これで計画の第二段階は終了した。次はフレデリック王子か。あと少しで我が野望が達成される。